あ、ユージだ、ヤッホーこんばんは。すいません。ユート、あ、ユートじゃん、今日初めてストーリーあげたよ。ねえ、思った、見たよ。待って、眠くないの？眠くないよ全然、さっきまであのご飯食べてたからここがちょうど漏れるんだよな光言い方わかんない、どうやってやんだろう、合ってんのか、あ、できないわ。ありがとう、なんか今日めちゃ見に来てくれるじゃん友達、お知り合いの方、こんばんは、ダオちゃん、ヤッホー、 Thank you。 脱力感すごくて、ありがとうございました、見に来てくださった皆さん。爪も変わった、爪はね全部取って昨日撮影用にその場で塗ってもらったマニキュア、あ、マニキュアってか自分でやったけど、なくてごめん。ああそうだったのね。でもなんか何かしらの事情があるならしょうがないです。あ、良き場所を見つけてしまった。お、来た来た。
オレンジと白という組み合わせ、ダオのねこと分かってるなと思って。ちょっと音でかいかな。パーカー買えます絶対。本当に？なる、ありがとう。これさ、受注予約しこうファンの皆さんだったりこう応援してくださる皆さんがこうやっぱいるから、いつもダオくんダオくんって言ってくれるから、やっぱそれがいろんな方に広まって。本当に応援ありがとうね、ありがとう。なのでだからこそこのね、一人でも多くの人に僕が作った、自分の、あ、みなみさんおめでとう、普通におめでとう、ありがとうございます、嬉しいです。ぜひこれ多分絶対みなみさん似合うと思う、これね。しかもこのねデザインのいいところって男女ともに似合うところだと思うんですよ。だからもう本当に選んだのにも理由があって、やっぱりそれって一番男女ともに似合うものだなって思ったし、これを作る段階、僕が絵を描いたこのデザインなんですけども、こちら、このデザインのにもね理由があるんですけど、よいしょ、前向いて話させてください。そう、これがまあやっぱりそのなんですかね、最初にこのねお話いただいた時に何個かこういう
応援してくださってる方、出会ってくださった方、本当に一人一人が本当大切なんだよって、僕にとったらこのイラストでは1対1抱き合ってる本当に。でもそれでもしね、こういう機会で1週間、まあ、終わってから何ですかね、またいろんなこの機会をつなげてコラボだったりとか、教えていただいて今調べてやってるんですけど、なかなかそれができないので、ちょっとこのね明日までにはなんとかちょっとできるようにして、すぐにこう購入できるような形にしたいんですけど。
僕にその買いましたとか予約しましたってコメントが来てて、もう本当にめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。本当に夢だったんですよ僕、お洋服のデザイン。これをね、機会、この機会をくださった方もいらっしゃって、その 60% 合ってるかな、 60% というインスタグラムのアカウント更に可愛くてかっこよくてっていう、この FCMM さんのそのアイテムがたくさんあるので、なんか僕のパーカーももちろんなんですけど、そちらのアイテムだったりとかもちょっとため見て ます。あ、娘の分も買っ、え、本当に？やったー、嬉しい。家族でじゃあ来てくれる？ってこと？ありがとうございます、湧いたそれなそれな、湧いた、キューちゃんやん、タオくんのおかげで SCMM のこと知れた、あー嬉しい、ありがとう。皆さんともね出会えて本当に良かったです、僕めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。パーカーの着こなしのおすすめ、あーパーカーの着こなしのおすすめは、なんか僕ねツアーの時もそうなんです、
こうやってインしてほしい。僕は一つの、 あの着こなし方としては絶対にパーカーをインして、まあここにポッケがついてるんですけど、まあ、ポッケをパンツもほら足元見てください。ここがねこうやって、まーちゃんの洋服じゃないよ、ここがこうやってストーンって横にってか、保温わかんないな。保温かな、保温、保湿、わかんない日本語。あの、暖かいです、とにかく。はい。
絞ってる人あんまり見ないんですけど、絶対絞った方が可愛いよ。首もあったかいし、ほら可愛くない？で、あの質問、昨日のストーリーの質問にも、この FCMM さんとのこのコラボパーカーのイベントとかないんですかってやっぱたくさんコメントいただいたんですけど、今回ね、そのイベントがね、その店舗が裏のデザインのその意味合いもやっぱり一人一人のファンの皆さんだったりとか、これから出会う方だったりとか、過去に僕に出会ってくださった方だったりとか、いろんな人のことを考えてこのデザイン、それを着て一緒になんかねイベントして撮影会だったりとかができたらめちゃくちゃ嬉しいなってすごく思うんですけど、今回はそういうまだ話がないので、あの本当に そういうところで発信してる部分もあるのにもったいないなってすごい思うんですよ。なんか日本ってやっぱりちょっとね、あのなんていうのかな、難しいけど、もっとハッピー、僕はハッピー人間だからハッピーに行こうよって思うんですけど、なのでもしできれば僕は韓国でイベントをやらせていただけたらすごく嬉しいなって思います。だから国境を越えたイベントをやりたいのって思いますね。だよね、パスポートまだ持ってない方とかもいるもんね。久しぶり、あ、ありがとうコメント。あ、待って、結構パスポート作ってない子多くない？うちのメンバーだとカズマもパスポートないんだよね。ありがとう。なんかザミュージックめっちゃ気に入ってくれてたね。ありがとうね。本当に来てくれてありがとう。話したかったな。ごめんね、挨拶全然できなかったな、みんなに。ありがとう。また。
コラボイベントをして、コラボパーカーのイベントして、でその後になんか韓国のその周り韓国ツアーみたいなので、一緒になんかこうお泊まり会、お泊まり会っていうのかな、そういう で、なんかそこにあのファンの皆さんとかと一緒に行けたら嬉しいなって思います。なんでみんなまだパスポートない方はなるはやであのいつ何があるかわからないから、もう行って損はないです。本当にね、夜とかも、夜多分めちゃくちゃ綺麗だからおすすめかな。本当に夜市めっちゃ良かった。趣味とかだから、いつも会う時とかなんかね、あのなんか同じ靴持ってたりとかするぐらい、なんか色違いで持ってたりとかするし、なんか合うんですよね、やっぱり。だからその源太くんがダウンに本当にエモーショナルな、まあ、曲も曲ですごくなんていうの、心にグッとくるような歌詞になってるし、曲調もすごくね、スローでこう思いが皆さん秒針をダオダオのエモさをよろしくですだってありがとう、げんちゃん遊ぼうね、げんたっちエモエモのエモ、
をね、あの待っててほしいな。まあ写真上げてたんですけど、なんか今日コメント多くない？ね、コメントでもいつも本当たくさんもらえてるんですけど、それよりもね、また貼りますので、そこからね、あの購入できると思います。なんかダオさん肌ツヤツヤやな。なんか最近さ、めちゃくちゃ肌のケアをまたってか、いつもやってる。映画を見て、あのジョーカーの映画を見て、で座席が空いてなかったからあの普通の席じゃなくてプレミアムラグジュアリーシートみたいな、もうほんと椅子が動くやつのシートで、椅子が動く席で見ました。でもなんかあまりにもさ、エレベーター待ちしてたらフィリピン人の方が、もうこの僕はねすごくすぐフィリピン人の方わかるんですけど、そのフィリピン人の方が携帯を、自分たちの携帯をこの置いて写真を撮ろうとしてた。びっくりしてて、えっみたいな、誰って言われて、あ、僕ですよって言って宝くじで挨拶して、そのフィリピンに住んでましたよって言ったら、へえ、でも顔は日本人なのにね。ね、結構声かけちゃう。てかフィリピン人で基本誰にでも声かけちゃうんですよ、本当に。そう、なんかみんなもね、困ってる方がいたりとかしたら絶対に。
です。フィリピン人って可愛いですよね。そう、めっちゃ可愛いんだよフィリピン人のみんな。本当にわかる、サダオにしか話すことない。そう、それはやばいよ。嬉しい。でも話したいよね。でもね、髪の毛伸ばしたいんだよね今。なんか翼がさ、ウルフにしてるんだけどさ、なんかダオはウルフっぽい、ここのサイドも長い。ね、待って、ペンないかも。ちょっと待って、ちょっと待って、マッキーしかない。ちょっと待ってね、これさ、どうすればいい、どう、
やば、そんなことあったっけ。だお栗になったのやっぱあったっけ。ちょっと待って、絵で描くってむずいね。あ、髪型を先に描く。やばい、うわー、なんかやりたい、なんかうまく再現できてるかわかんないんですけど、待って、ダオさ絵うまくなった疑惑。あー違うな、もっともっと赤かわいいどら焼き、え、どっちあ、パーカーかわいいとどら焼きってこと。まおちゃんのどら焼きってことね。ね、パーカーかわいいよね。これちょっとメンバーに一人一人着せ、あーもう無理、マジでちょっとダメだ。なんかわかる、これパーカーのイラストはドラ焼き。ねえカズマ、これでのやつ、そうにしたいのマジで。ねえ、何、待って、元太くんまで、何これじゃないよ、ちょっと何、うまく描けるのじゃあから描いたら多分いけるかも。ちょっと待って、むずっ、こうなって、なんか大雑把に言ったらね、これね、はい、ダダン、ほらさっきと全然違くない？分かったかな。あ、キムタクさんでやってたね、確かに。
そうだからなんか多分みんなが思ってる以上にちょっと長めにしたい、あの冬はそういう感じにしてみたいですね、こうささっと。そう、髪型で何？キムダオ、キムダオ違う、なんかキム、なんかこれさ、今家で一人でさ配信してるんよ、やばいよね暇です、暇なんだ、ウケる、ウケないか、ウケないよねどうしよう、これにしたい、それが一番。はい。ねえ、これかわいい。ねえ、マジでさ、パーカーみんなこう、買って買って一緒に着て。あのペアルックみたいになる時もあるパーカー買えます、だって、え、みんな聞いた、カズマが買うって、買ってくれるって、どうからのプレゼントとかじゃなくて買ってくれる、
くれたら嬉しいです。でいつ届くかちょっと確認しますね皆さん。え、いらないの？なんで？ダオの息あげるよ。みんなの、あの、僕、マイナス、歩くマイナスイオンだから、のでそこから購入してみてください。お願いします。アップダオ。まおちゃん、まおちゃんも嫌だって。でもまおちゃん今ペロペロしてるから多分ダオの息食べたと思う。